お疲れ様です。今日の竜創造合体は、正俊前田竜創造合体シリーズ記念すべき第100回特別企画、岸竜王100にチャレンジ。いつも竜創造合体を見てくれてどうもありがとう。皆さんがいっぱいアイデアを送ってくれたおかげで、今回記念すべき100回目を迎えることができました。本当に100回なの？多分。前田のことだから数え間違いはあると思うけど、多分100回以上やってるっぽいよ。そうそう、新しい騎士竜が発売された日に、合体シーンを竜創造合体してみたりとかしてるから、ああいうのを数えてなかったりもしてるんだよね、前田。だから一応数えてて、数字上は今回で100回目だ。100回記念、ビリッと決めるぜ。Y も入れてな。なだ、その格好の時は関西弁じゃなくて標準語だろ。俺も入れろ。ということで今回100回目企画として、騎士竜王100に挑戦だ。これは、たくさんある騎士竜のパーツを100個使い、今日だけのオリジナル竜創造合体をする企画だ。途中で合体できなくなるかすごく心配。なので、ちょっとだけルールを追加したぞ。前田が勝手に決めたルール1。こういうボディパーツは1つ。前田の家にはティラミーゴが3体。騎士竜神が2体いるので、この辺のパーツがいっぱい出ちゃうと、多分途中で合体できなくなっちゃうので、今回はこのパーツは1個だけ。前田が勝手に決めたルール2。竜ソールも使うのは1個だけ。100個目のパーツとして竜ソールを1つチョイスいたします。前田が勝手に決めたルールその3。パーツは前田が軍手をした手で見えないところから引きます。素手で触るとなんとなく感触で分かってしまうので前田もつまらない。なので軍手をした手で全てのパーツが入る大きなものに入れてそこから引きます。くじ引きみたいだね。ということで、竜創造合体、行くぜ。なんでお前が仕切ってるんだよ。うわ、みんなでこっち見ないでよ。あんたはまだ敵か味方かわからないでしょ。必殺、メンズアタック。うわぁ！ドミノへへ、どんなもんだい。アスナの後ろでよかった。100回記念なのに、アスナは相変わらず無茶苦茶だな。ということで、改めて、騎士竜王100に竜創造合体だ。はい、こちらが前田の家にある騎士竜を全部パーツに分割して置いた状態です。山盛りです。先ほどお話したように、この4つの胴体パーツは除外です。あくまで使うのは、この騎士竜王のボディ1つ。なので、この中から98個パーツを選びます。残りの2個は、このボディと竜ソールをどれか1つ。合計100パーツの竜創造合体が完成ティラ。ということで、この山盛りパーツを、はい、この中身が見えないお太一さんの袋に入れていきます。はい、どんどん入れていきますよ。前田ってバカなの？こんなにいっぱい買って。いや、そんなことは。ねえ、前田ってやっぱりバカなんじゃないの？いや、アスナ、バカとなんとかは紙一重みたいなことを言うじゃん。取り忘れ。これは分割。ねえ、前田やばくない？まあ、ここまで来ると。はい、すべて袋の中に入れました。バカだ。だよね。おい、悪口は言うな。はい、そしてこれを、すげえ重い。持ち上げて、はい。はい、こんな感じになりました。ちょっとこの中に何個パーツが入ってるか数えてなかったので、終わったら数えてみましょう。ということで、ここから私前田が軍手をはめて、1個ずつパーツを出していきます。98個。その98個と、リューソール1つ、ティラミーゴのボディパーツ1つ、合計100パーツの支流を100を完成させます。はい、てなわけで軍手をはめました。しかし、どうやって撮影しよう。なんとか、引いてるところ、パーツを出すところをやりたいんですけど、どうやって撮りましょうね。ちょっと、引ける、中身が見えないように引くには、よいしょ。こうやって、よいしょよいしょよいしょ。あ、こんな感じでいいですかね。はい、じゃあ、いきますよ。記念すべき一つ目。はい。あ、タイガランスの尻尾パーツ。はい、こんな感じでですね、引いていきます。2、タイガランスの、これはどっちだ？後ろ足かな？はい、3個目。はい、これはコブラーゴの尻尾ですね。はい、4個目。4。あ、パキガルーのバーニアパーツですね。5個目。何個目か忘れるな。あ、はい、ディベボルケーノの背びれ。今これで、1、2、3、4、5個引きましたね。はい。はい、次は、嫌な予感。あー、出たー！モサレックスの、これはどっちかな？はい、ゲタパーツの片方ですね。7。あ、はい、あ、モサレックスの頭部。8。お、これはシャインラプターの、ボディと尻尾ですね。9。お、ディノミーゴの尻尾。10。あ、コブラーゴ A のボディパーツですね。11。お、はい、これはシャインラプターの、左足かな？ 1、2、3。これ何個かわかんなくなった。ちょっと置いとかないといけないですね。5、6、7、8、9、10。11ですね。はい、12個目。はい。あー、ディメボルケーノの、左、部分かな？ボディの左部分。12？ あ、10、はい、毎回わかんなくなる。1、2、3、4、5、6、7。13個目ですね。13。あ、またこれだ。ディノミーゴの尻尾。13。14個目。はい。と、アンキローゼの尻尾ですね。15。よいしょ。あ、また出ました。タイガランスの尻尾。16。はい。あ、ミルニードの尻尾。17。よいしょ。あ、これは、モサレックスの、肩ですね。18。はい。あー、ミルニードルのボディパーツですね。19。はい。お、キャノンパーツ。20。あー、ディメボルケーノの、さっきと反対かなの、ボディですね。はい、テーブルに乗らなくなってきたので、はい、今引きました。20個ですね。ちょっと箱に入れました。21個目。はい。あー、ミルニードルのボディパーツ。21、22。あ、トリケーン初登場ですね。23。あー、出た。これは厄介なやつですよ。はい、さっきと反対だとありがたいんですけどね。ネプチューンですね。で、24。ほい。あ、ティラミーゴの尻尾。25。はい。あ、トリケーンの後ろ。26。あ、シャインラプター。あ、さっきと一緒かな ?1、2、3、4、5、6、6、27。はい。あ、シャドーラプターの、これですね。28。あ、また出た。はい。シャインラプター。29。あー、ディメボルケーノのヒレ。2個目。30。あー、またこれか。ミルニードルのボディ。今出た10個は、カゴに入れましょう。次が31個目ですね。はい、行きましょう。はい、31個目はこちら。はい。ネプチューンの尻尾。32。ああ、またこれか。ミルニードル。33。よっ、よいしょ。あ、はい。33、タイガランスのこれ。34。はい。ミルニードルの尻尾ですね。これ、やっぱりこの引き方上ですね。いや、何個だっけ。しまった、カゴに入れちゃったら、わかんないぞ。次が35個目ですね。今ちょっと撮ったビデオを見返しました。35個目。そう、これ小さい頭部パーツは、引きづらいですね。そういうことは。こう、なんですかね。ガッと掴んで僕引いてるんですけど、35個目。はい、ドリルパーツ。そう、やっぱり大きいのを掴んじゃうじゃないですか。で、こう、探るのもちょっとおかしいんで、顔は引かないかもしれないですね、このままだと。36個目?はい。あ、また出た。はい、尻尾ですね。36、37。はい。あ、これ。38。お、アンキローゼ。39。あ、ネプチューンの型ですね。40。よいしょ。あ、アンキローゼの後ろ。今40かな。やっぱカゴに直で入れちゃうと何個引いたかわかんなくなるから、いかんですね。外に置かないと。41。あ、なんかでかいぞ。あ、これか。タイガランスのボディ。41。42。はい。あ、アンキローゼ。43。あ、トリケン。44。あ、初登場、ディメボル系の顔ですね。44、45。はい。あ、ディノミーゴの顔来ましたね。46。はい。あ、これは、ディメボル系の尻尾ですね。47。はい。あ、ディメボル系のボディ。48。タイガランス。49。アンキローゼ。50。これでやっと半分ですか?はい。お、パキガルーの、これは下半身というか、後ろパーツか。はい。これで50個。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、10個引きましたね。50個引いたので、カゴに入れて、やっぱり顔が引けないですね。ミルニードルとかタイガランスとかの。はい、51ですね。はい。シャインラプター、51、52、パキガルーバーニア、53、はい。あ、これさっきも出たぞ。ミルニードルじゃなくてディメボル系の。54、よいしょと。お、ピラミーゴの顔、55、はい。あ、コブラーゴ、尻尾。56。タイガランスの、ランス。57。タイガランスの、はい。これは後ろ足かな。58。よっ。あ、またこれか。これめっちゃ引くな。59。はい。タイガランスの尻尾。60。よいしょ。ドリル。はい、10個引きましたね。今、60個ですね。いや、これできるのかな合体。次が、61個目は、ほい。ディノミーゴ。62。はい。あ、アンモナックルズ初ですね。63。ああ、綺麗。64。はい。あ、これはパキガル後ろ。65。よっ。ディメボル。66。はい。あ、はい、ネプチューンの肩。67。よっ。ティラミーゴ尻尾。68。ミルニード。69。あ、パキガルーの顔ですね。で、70。よいしょ。ドリル。じゃあ、カゴに入れて、70個今引きましたよ。もう、カゴも山盛りになってきました。はい、71。はい。を、シャドーラプターですね。やっと、この辺が出てきたな、顔が。71、72。はい。トリケーン。73。を、パキガルーの前ですね。74。あ、鳥剣後ろ。75。はい。あ、鳥剣。76。あ、なんかでかい。嫌な予感。あー、出たー。これは引きたくないやつ。77。はい。あ、タイガランス顔出ましたね。77。78。タイガランスの、これは上半身かな。で、78、79。79。はい。尻尾。80。はい。おっと。ティラミーゴ。ということで、今引いたのを入れると。80個か。よし。はい、どんどん行きましょう。81。はい。あ、これは初めてかな。ミルニードルのトゲトゲですね。82。お、トゲトゲ。お、ミルニードルゾーンか。83。はい。あ、シャインラプター。84。はい。リメボルー。85。やべえ。いやー、引いてしまった。これ全部引いたのかなじゃあ。でかいからやっぱり手に取りやすいですね。85。86。はい。お、コブラーゴ B を B 来ましたね。87。はい。ああ、これこういうのいいですよね。合体しやすいから。88。はい。あ、これも初登場かな。マスクパーツですね。これちょっと難しいかな。89。よっ。ああ、ディメボル。90。はい。ああ、これもう一個来たかな。で、90引いたので、はい。カゴに入れて、あと、ここから8個ですね。行きましょう。はい、91個目。これだ！はい。ティラミーゴ。92。あ、これ、はい。93。あ、シャインラプター。これよく出る気がする。シャドウは出てないですもんね。80じゃない、94。94。はい。あ、はい、キャノン。95。はい、よいしょ。あ、はい、リノミーゴ。96。よいしょ。あ、これ、はい。よく出るな。97。よいしょ。はい。シャイン。で、これで最後かな。98。はい。あ、ごめんなさい。これ、くっついちゃってた。これちょっともう一回。再抽選ですね。はい、ガラガラガラと。で、はい、ラスト行きましょう。はい、ラスト行きますよ。98は、はい。はい、これか。はい、ディメボル系のでした。98引きましたね。1、2、3、4、5、8、はい、はい。これをカゴに入れて、いや、引き終わりましたね。98個。はい。いや、98個引いたのにまだこんなに残ってますよ。めちゃくちゃいっぱい残ってる。で、今引いた98個がこちらでございます。はい、これにですね、ティラミーゴのボディが、加わり、これで99。そして、リュウソウルを、はい、この中から引きたいと思いますね。これ、どうしようかな。一応1個選んで100パーツになるんですけど、後からいろんな顔に変えてみた方が楽しいですよね、せっかくなら。まあ、じゃあとりあえず一発目どの顔にするかを決めますね。ちょっとこれ見えちゃってるんで、もう前田くん目をつぶっていきますね。はい。はい、どれにしますか？どうしようかな。はい、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 はい。はい、いきますよ。せーの、はい。あ、これはピンク。アンキローゼのソウルに決定しました。とりあえず一発目これでいきます。はい。てなわけでですね、これで100パーツが出揃いましたので、これをですね、すべて合体できるかやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前田でした。